続きましてエントリーナンバー28番の方お願いします。じゃこんにちは。じゃお願いします。じゃあ着席ください。じゃあすいません、フルネームでお名前の方お願いします。金川直樹です。はい、ありがとうございます。年齢の方は22歳です。なんで考えたんだ今。ちょっと分からなかったです。なんで22歳考えてたんだよ。金川選手、じゃあ、最近のじゃねえわ、特技、趣味、最近気になっていること何かありますでしょうか。特技ですか。特技に行ったか。え、何でもいいですか。いいよいいよいいよ。最近気になってることはちょっと梅鉢くんのなんか扱い方というか。梅鉢くんの扱い方、先輩だけど、はい、それちょっと具体的に教えて。難しいです。なんか同じ寮に住んでるんですけど、うん、すごい声がでかくて、いつも迷惑してます。クレームじゃん、ここで。クレームじゃん。特技とか趣味はどう。趣味は、まあ、映画とか結構見ますね。みんな映画見るね。みんな映画っていうんだよ、やっぱ最近見た映画は。最近なんか映画館でイト見ました。あ、違う。あの、事故物件が。あ、事故物件ね。イトもさっき誰だ、コウタやね。コウタがイトって言ったら、誰だっけ、イトって言ったの。アダくん。あ、そうだ。マサシがイト見たの、そうですよ。特技は。特技。特技欲しいよね。みんななんかないんだよね、特技。特技。さっきのリュウジだったらゲームが得意ですとかさ。いや、特技。特技っていう特技な。あんましない。あんま出てこないです。ありがとうございます。じゃあこのグループに入ったらできる自分のアピールポイント。やっぱフレッシュさを出していきたいです。フレッシュさを出していきたい。フレッシュさを売りにどんどん、じゃあ若々しさをじゃあ出していくようなね、部分をじゃあ出していってほしいと思います。じゃあ最後に視聴者の方見てるんで、じゃあ最後に意気込みをお願いします。そうですね、はい、新人らしくフレッシュさ出してアピールしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。金川選手でした。ありがとうございます。